ペドロ・パウレット・モスターホは1895年に、すでに液体燃料ロケットを製造して1900年に、最初の近代的なロケット推進装置を製造した、ペリューの科学者である。ドイツの部位にロケットの開発者である、ベルナー・フォン・ブラウンは、パウレットを宇宙工学の父の一人とみなしていた。ワシントン DC の国立航空宇宙博物館の一角には、パウレットの業績を称える。 ささやかな名番がある。パウレットは貧しい農家の家庭に生まれ、彼の父は彼の幼少時に亡くなった。ペドロはフランスのラザリストの主催の勧めで、イッポリ・ート・デュアメルで学んだ。卒業後、アレキパのサン・アグスティン国立大学で学んだ。パウレットは1894年に、奨学金で技術と建築について学ぶために、パリへ行く機会を得た。 科学者のマルセラン・ベルテロの講義を聞き、1898年に彼の生徒として在籍した。1901年に学位を得た。1900年からパリのペルー領事館で勤務し、1902年にベルギーのアントワープに領事として、不任。1904年にパウレットはペルー政府の依頼で、リマで技術職業学校の設立及び校長に招聘された。 この計画を実施するために、パウレットは、最も顕著な、ヨーロッパの技術教育の中心の過程を調査した。彼は、学校の設立に参加してもらうために、著名な教授陣を招聘して、最良の実験装置や機械を整備した。パウレットは1906年に学校と設立した、雑誌である、イルストラションペルアーナの編集長を兼務した。この雑誌は若者を対象とした科学。 技術の雑誌として知られ、技術職に将来つく、若者の航空に重点を置いた準備に重点を置いていた。2006年12月27日、ペルー空軍と他のペルーの科学組織による共同のロケットにパウレットの業績を称えて、パウレットアイと命名された。その日の打ち上げの高度は 45km に到達して音速の5倍で飛行した。これはペルーで、 初めての宇宙への進出の試みだった。将来の計画には人工衛星の軌道投入も含まれる。ベルナー・フォン・ブラウンは彼の著作、航空の世界史の状態の中で、ペドロ・パウレットはパリで過ごした年に小さな2 5キログラムのエンジンを実験して水力1 0 0ラムフォースに達した。これにより、パウレットは液体燃料ロケットの先駆者としてみなされるべきである。 と記述している。また、ロケット工学と宇宙旅行の歴史の中で彼の努力によってパウレットは人類の月への到達を助けた。と記している。ペルーではパウレットの誕生日を正式に国家航空の日として宣言する。ペルー空軍はリマの航空博物館にペドロ・パウレットホールを建設し、パウレットの作品、スケッチゲンが そして彼の発明の縮小模型などを使用な展示物として公開している。ありがとうございます。